アンタッチャブルさんについて、うん、いつかまた2人でやられる日は来るのかなっていうのを聞きたいんですよ。あるんじゃないそれは。おい、あるでしょそれは。だって解散してないんだし。梶作家のカレーをごちそうしたいと思います。違うのにしてよ。何を作るんですか。あれ作ってほしいの。フレスケスタイ、デンマークの代表料理。じゃあ今から梶作、はい、フレスケスタイを作ります。さあというわけで、私今から梶作、スリッパはよ、えスリッパはよ。スリッパ、え、スリッパお前だけ。すいません、ちょっと準備してきてもいいですか。準備してきてのマジで。びっくりするよ。なんで回ってから言うの。言う、だって言うタイミングなかったじゃん。あったじゃん、あったじゃん。上って言うし。いや、ちょっと待っててください。びっくりする。髪が揺れますよ。料理作りましょうって言って、そうですね、靴下でいてくださいね、はい、あなたはこの家にやるじゃん。考え、自分家だよ。ゲストですもんね。でじゃないですか、お客さんじゃないですか、はい、そうですね、すぐ出すよ。確かに自分の脱いで。同じのあった。同じのあったわ。いいね。2個買っといた俺。そういえば、ちょっと待ってください。これまだなんかついてるじゃん、はい、ついてていいよ、ついてていいよ。え、ついてダメでしょうよ、それは。ちょっと歩きにくいけど、そろっちゃう。だから取るから。そろっちゃう。こうなっちゃう。こうなっちゃう。歩きにくいだから今取ってんだ。ちょっと待ってくださいよ。もったいないな、1個損したな。何が。取っちゃったから。それも止まってから言ってくれよ。今日カレーを作る予定だったんで、今日材料こうやってちゃんともう揃えてたんですよ俺。見て、ほうれん草を使うんだ。さっきも言ったんですけど、あのオリジナル秘伝のカレーなんで、うちはほうれん草をふんだんに使うカレーを作る予定だったんですよ。好き好き、ほうれん草。あ、ほうれん草好きですか。めちゃくちゃ好き。だから僕が今不安になってるのは、フレスケスタイにほうれん草が必要かどうかなんですよね。いや、関係ないんだよ。お前のフレスケスタイなんだよ。お前が必要だと思ったら必要だろ。あ、そういうことか。そういうことなんだって。でもだ、僕こういう考え方でいいですか。今日柴田さんは今からあのデンマークのフレスケスタイは食べたくないってことですね。で、でも食べたいよ。それを食べたいけど、何でもいいって言っちゃったから、はい、梶原のもフレスケスタイでいいよって言ってるだけで。ちょっとごめんなさい、もうこんな聞きすぎも良くないとは思うんですよ。分かってるけど、やっぱ不安やからちょっと聞きたくなるんですけど、うん、これを使ってフレスケスタイに近づけることはできるんですか。じゃあこれを使って作るんだよ。何言ってんのお前マジで。まあでも肉があるから、多分フレスケスタイって多分肉だと思いたい。うん。こんだけやったらね。こんだけやったら肉だと思いたいよね。肉だと思いたい。いいじゃん。ちょっとやるっていいっすか。うん。マジで俺フレスケスタイ作んない。作るよフレスケスタイ。俺が何でもいいって言ってんだから何でも作りますもん。スタイルじゃないの。いや、まあそうなんです。ブランドテイクだったら。できるだけ早めに言っといてほしかったから。知らなかったんだもん、企画を。作ってってだから。作っていいから。待ってらんないってそんなに言ってるマジで。ね、で YouTube は店舗だと聞きますよ。あんたが店舗を悪くしてるんですよ。作ってください。それで言うたら、ね、ちょっとイメージしていいですか。フレスケスタイのまだできてないの。できるわけねえだろ。何も知らないんだから。だって作ってくれって早く。いやだからフレスケスタイどうしようかな。とりあえず俺そうね、イメージ言うて僕結構やってきたんで、うん、料理を、うん、分かりました。 OK。 玉ねぎ入れます。玉ねぎを、うん、フレスケスタイは僕使うと思うんですよ。正解とかない。いや、そう、近づけるとか、まあ、それは分かりましたけど、やっぱりフレスケスタイっていうもの、何回やんの。何なんだろう。実際あるわけでしょ。飽きたよマジで。じゃあ俺は飽きてない。岩手の横、岩手の横にフレスケスタイどういうことだよ。飽きたよマジ。岩手の横この状態。この状態岩手の横よ。ちょ、天才だな。天才です。ほんと、はい、待ってらんないよ。待ってよ。切っちゃっていいかな。いい、切っちゃっていいですかね。切っちゃっていいか。これ僕炒めますわ。お、僕のフレスケスタイ。玉ねぎとほうれん草炒めるんだね。はい、これ僕炒めます。うん。で、美味しそうじゃん。これもちょっと使うわ、俺。うん。使ってるとこ見たことねえな。何がですか？ホールトマト。え？ホールトマト結構料理で使ってるとこ見たことあるでしょ？いや、料理しないからさ、全然。料理人しか使わないもんだと思ってさ。そんなことないです。主婦の皆さんも使ってますよ。そうなんです。はい。料理番組とか見たことないですか？見なくない？見ないですかね。ちょっとソース作ろうかと思います。おう。ちょっとスプーン取りますわ。ちょっとごめん、なんで今時計見たんですか。帰りたい。帰りたいって何。どういうこと帰りたいって。編集だから僕は。え、編集だと分かった瞬間からおすげえ手抜くからね。これ。ここ編集じゃないです。使います。使います。とりあえずこうやって、これちょっとコンソメを、うん、こんな入れた方が多いな。
多分こんな入れたらイメージ。ちょっとこれ切りますわ。半角とコンソメこれ入れますわ。炒めて炒めて炒める、うん、いやもうソース作ってんすよ。そう暇だよ暇だよってなんだよ。ちょっとコンソメ入れて、ちょ、ほんまに飽きたよあなたが言うたんですよ、このフレスケスタイを作ってほしいって、うん、ここにカレー粉入れますわ。うフレスケスタイ作るわ、ほんまに。ちょっとカレー粉入れました。うん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 、これほんまにもう目分量ちょっと適当に作ってみて。だトマトとカレーは絶対合うと思うから。うん、ね、なんかプロっぽい。ちょっといい感じでしょ。うん、スプーンでやったらでも鍋炒めそうだけどな。木べらでやりたいところだよ。いいけど。そういうのは細かいですね。うん、ちょっと味見しますわ。いいいい。なんで。よせ。いや味見はいるって。よせよせよせ。マジよせ。本当に言ってます？いいや。なし。なし。フレクスケスタイのソースです。うん。フレスケスタイってよ。いいな。何がいいんですか。フレスケスタイが一番好きかもしれない。僕以外が作るフレスケスタイは食べたことあるんですか。ないかな。それ一番でしょうよ。ないから、いやだから料理の中で一番好きになる可能性がある。 あそういうことですか。サラダ油ではなくて、うん、フレスケスタイやっぱり海外デンマークちょっとイメージヨーロッパ、うん、オリーブオイルできます。なるほなるほって何それどうも言ってくださいよなるほ細かいね。何が細かい。気になるでしょうよ、なるほって言われたらこれ僕も炒めていきますわ。入れてまず玉ねぎからいきますわ。玉ねぎ炒めます。はい、今フレスケスタイを梶原くんが作ったり、皆さんもう確認されましたか。フレスケスタイもう皆さん確認してるでしょ。多分俺絶対笑われてるわ。フレスケスタイは今ここに出てるんですよフレスケスタイ、ここに出てますかねえ、もう出しちゃってんの。フレスケスタイ、フレスケスタイ、デンマークの伝統料理フレスケスタイ作ってます。いやいや、そんなに分かってよ。大好きなのよ、俺は。ちょっと話しちゃいますよ、お前。なんで僕が作る、僕が思うフレスケスタイでいいんでしょ。そうだよ、もちろん。ほうれん草ちょっといきますわ。ちょっと多かったな。これにね、ちょっと塩コショウしますわ。ちょっとヨーロッパっぽい雰囲気出てきてない、はい、なんかオリーブちょっとこうでしょ。ガンガリーユでね、黒コショウもいっぱいますわ。あ、いいフレスケスタイっぽいでしょ。フレスケスタイ、はい、いやこれはフレスケスタイっぽいじゃん。フレスケスタイもう完全にこれ以上炒めるとフレスケスタイじゃなくなるんで。確かにいいねいい色味もさ、綺麗じゃない。緑入ってるとやっぱりちょっと綺麗ですよね。綺麗。そして、うん、ここで僕はお肉いきますわ、うん、ちょっとガーリックの香りさせちゃう。お僕なりのフレスケスタイですから。うん、はい、いや、僕なりのじゃない。これがフレスケスタイ。もう何回来ないよあー、いい匂いあー、いい匂い。ここで牛肉いきます。おやっぱりフレスケスタイの肝ですねいい音だね。いい音でしょ。ほら、言うてる間にも肉焼けましたで。サスケですって言ってる。さすがです、さすがここも塩コショウいきます。ちっちゃい声でソルト&ペッパーだよってよし、これをここに盛るんですよ。うえ、僕のフレスケスタイは単純にうまそうじゃん。ほら来た、うん、ちょっともう一回温めていいですかこれ。はい、これソースできた、うん、あ、すごいカレーの匂いしますよ。わ、本当だ。いいじゃんいいじゃんいいじゃんこれをちょっとなんかこうおしゃれに、え、出そう出そう上の方がやばいじゃんこれ上ですねちょっと一回待ってくださいね。いやダメだよ、もうなんでだよそれはいいだろ。ダメだよ。ダメだ、ダメダメ。それはいい。そこ置けよ。それやだ、上からかけるな。置いとけよ。ダメだよ。なんでやっちゃってんじゃん、やっちゃってる。ここ置けよ、ここに。これね、これね、上にかけたかったな。ダメだよ。ちょっとこの辺にこうそれマジセンスねそこに添えてんのソースって添えるのマジでかけるもんだよ、お前。初めて俺のフレスケスタイ否定しましたねそうだ、ま、間違えた、間違えたですよね。間違えた、ごめんなさい、ごめんなさい。できた。できましたなんかバランス悪いっすね、うん、じゃあもちこっちも添えていいですかちょっとバランスが悪い、バランスが悪かった。ああ、だいぶ良くなったかも。見て、だいぶ良くなった。なんかちょっと顔みたいになって思ったけど神戸にみたいになっちゃった。何だよこれ。見たことない。見たことない。できました、カジサックのフレスケスタイでーす。
あ、でもいい香り。さあ、というわけで、試食していただきたいんですが、いやー、クエスケスタ完成や。その前に、まずやっぱりこれ僕は聞きたいんですけども、うん、どうでしょうかこのフレスケスタイ。僕がめちゃくちゃ見た目いいじゃん。だっていいですよね。美味しそうだよ。まあ僕が心配なのは本当にデンマークのフレスケスタイに近いのかどうかっていうのはほんまにどうしてもそこが気になるんですけど、それは関係ない。あくまでもね、あくまでも関係ない。いいんですね。絶対ちゃうと思うんですけど。でも綺麗にできたね。色味もさ、茶色もそうだし赤入ってるし、いい感じですよね。しかもちょっと海外っぽくない？海外っぽいよ。僕ね、適当に作ってみたんですけど、意外と僕これ完成品見た時にこれいけんじゃない、うんうん、みたいな感じになってる。こうなってくると、でもあれだな、え、アートだよね。あ、ここまでいくと。マジっすか、嬉しい。飾っとく。ちょっと待って。それは分かんない。ちょっと考えた方がいい。これはちゃんと考えた方がいい。柴田さん、初めての作品に。本当に、いや、これ本当考えた方がいい。柴田さん、いや、これ考えた方がいい。これはちゃんと考えた方がいい。本当に、なんで本当に半分の人は笑ってますけど、半分の人引いてますよ、多分。え、食べてください。だってせっかく作ったんですから、フレスケスタイ。フレスケスタイって何やねん、ほんで。自分で作ったんだったら、はい、食べ、まず自分で食べてみてよ。なんで？味見したことないんだって。いや、それはさすがに柴田さん食べてください。美味しくなかったら嫌だわ。マジで。美味しかったら食べたいけど、美味しくなかったらマジ嫌だわ。味見もしてないんだ。さっきさせたらよかったでしょうよ。食べてみてよ。ほんまに俺食べるやん、さっき。でも食べてみてほしい、自分で作った。フォーク持ってきていいですか、じゃあ。フレスケスタイ。え？フォーク？いや、同じでいいから、別にそんなの。ほんとっすか？うん。なんで俺が食うの。行ってみて、美味しいかどうか。じゃあいただきますね。いい。なんで俺自分で食ってんのやろ。どう。めっちゃうまいっす。フレスケスタイ。嘘だよ。じゃあ野菜と食べてみて。野菜と混ぜて食べてみて。ちょっと待って、ごめん。ほんまにうまいね。あれ、お野菜とさ、お肉とめちゃくちゃうまい。お肉と合わせて3種で食べてよ。お肉と合わせて3種で。え、この相まった瞬間でしょ。なるほど、この野菜とこのフレスケスタイのソースと。止まんなくなるからこれ、マジで。ぶっちゃけいただきます。めちゃくちゃうまいっす。お塩。本当にちゃんと食べてみてよ。もうちょっと食べてみてよ、ちゃんと。フォークが止まるもんね。うまいって言ったら止まらないもん。結局食べさせるだけ食べさせてのやつだな、これマジで。で、どこがだよーで食してるし、マジで。これほんと考えないとやばい。柴田さん、マジで、これはもう何件も始まってきた。柴田マジうまいから食べてみるよっつって、いや、めちゃくちゃ辛いじゃないですかみたいな、すごいやってきた。むっちゃ向いてこっち、なんでやったこっち。絶対食べて。じゃあ食べてみてよ。もう食ったんだよ。そんなこと言うんだったら。フォークが全種類食った。フォークが止まってんじゃん。なんで俺はずっとフォークを食べてみてよ。食べてみてよ。止まんなくなるのかどうか。そこ食べたいよ。持ってさ、持って大学生がさ、牛丼屋さん行ったら何のかどうかやってみてよ。ちょ、俺もう泣きそうだね。ほら、ちょっとしか食べないじゃん、結局。うまっ。残すでしょ、結局残すでしょ。自分で作ったものを最後まで完食できない料理なんて、どうやって人に勧めるのかって話よ。普通はバーッと食べちゃって、うわ、ごめんなさい、食べちゃいましたぐらいのことがあるんだったらね、それはカジサックのフレスケスタイ、俺も食べてみたいな、作ってみたいな、なるよ。そして改めて食べた上で感謝するでしょう。だってその思いがあるし、それだけうまいものができたんだから。その時に初めて俺、あー、フレスケスタイ梶原が作ったことに感謝。うわぁ。結局残っちゃった。なんでやったら食べれません。食べれません、残念だけど。こんなに残っちゃうフェスケスタイ見たことない。初めて見た。マジでデンマークでも完食。ガーっていかなきゃ、ガーって。そう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 、変わった一面も見えるね。カジサックってこんなにモリモリ食べるんだっていう違う出てきて、すごいよ。で、これ、だ、大食い企画とかさ、もしかしたらあるかもしれないよね。フレスケスタイのチャンピオン大会あったら見てえな。フレスケスタイ大食いチャンピオン大会あったら見てえな。え、すごい、すごい、めっちゃいく。ちょ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 、カチカチカチ。
全部食べちゃってんじゃん、お前マジで残しとけよマジで言ったものの言ったもののだよどうすんの今日これえ弱々しい声声弱々しいカジはいでもソースしかねえじゃんソース玉ねぎだよ料理に名前つくのソース玉ねぎじゃあ僕が作ったフレスケ自体はこれですえこれなのはいこれカジマよフレスケ自体はいマジでじゃあ食べてくれるんでしょうんまあ普通ぐらいかなってくれよ俺も今びっくりしてんねん安武も知ってるけど、はい、今最後柴さん食べて、はい、もう笑ってさ、はい、ほんまに5秒以内ぐらいに帰らはってんほんまに帰ってん、はい、ほらねお疲れっつって、はい、ちょっと待ってよ面白すぎるやろ最高でしたね本当にこれ伝説も書いちゃうか、はい、えちゃうねんちゃうねんちゃうねんって、はい、俺フレスケスタイ知らんねんもんこれ多分視聴者さんも知ってるやろそうですねもうそうですねちょ教えてよちょ俺答え合わせしたいわフレスケスタイの、はい、ちょっと安酒出してくれる、はい、あこれ、はい、全然ちゃうやん最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。